貨物とは運送の客体となる物品の総称。貨物とは輸送機関によって運ばれる物品を言う。鉄道輸送においては手荷物、小荷物といった小規模なものは荷物として貨物と区分される。貨物を運ぶのは貨車だが荷物は客車の一種の荷物車で運ばれ、また旅客と同様の駅で扱われるなどの違いがある。ただし、 日本ではごく一部を除いて、鉄道荷物輸送はすでに廃止されている。また、2007年の郵政民営会郊の日本郵便のサービスの一つとしての荷物は、上記の鉄道荷物とはまた別の概念であり、宅配便として貨物の一種である。なお、英語では日本語の貨物にあたるものにフレート、カーゴ、グッズがある。貨物は物品の正常により、 一般貨物と特殊貨物に分けられる。特殊貨物は、荷扱いや積み付けに、一般貨物と異なる取り扱いが必要な貨物で、液体、分流体、動物、植物、貴重品、危険品などを言う。一般貨物、特殊貨物、雑貨に分けることもある。貨物は、包装形態により、バルク貨物、容器入り貨物、コンテナ貨物、パレット積み貨物などに分けられる。 貨物輸送の手段10トン積み用型トラックの荷台とほぼ同じ大きさの宅配便専用31フィートコンテナ。トラック輸送と鉄道輸送を組み合わせて現代の宅配便を支えている。日本における国内の貨物輸送の輸送手段を比較すると国土交通省が発行している交通センサスによれば2000年度においては代表輸送機関に着目した場合、 トラックのシェアが81%と最も多く、日本の輸送の中心はトラック輸送であると言える。1960年代頃まで長らく陸上を輸送の中心となっていた鉄道は、拠点間の長距離大量輸送には向くが、短距離では時間や費用でメリットがないことや小回りが効かないなどの理由により、長期的には大きくシェアを落とし、トンキーベースでは4%程度である。 一部では、鉄道貨物が復活の兆しを見せているものの、地方では貨物を取り扱う、駅自体も極めて少なくなり、石油などの大量輸送や、コンテナなどの長距離輸送に絞り込んでいる。残りが貨物船などによる海運と、貨物機などによる空運である。このうち、空運が、徐々にシェアを拡大しつつある。鉄道貨物の特別取り扱い日本ではかつて、 鉄道貨物の特別取扱いが行われていた。ヨーロッパでは鉄道が整備されるまで主要な輸送手段は河川周運であった。しかし19世紀後半以降の鉄道整備や20世紀前半以降の道路整備により河川周運は衰退し2010年には鉄道のシェアに対して河川輸送のシェアは約3%となっている。一方、 モーダルシフトへの期待から各国は河川集運を支援しており、ロッテルダム港、ハンブルク港、アントワープ港などのコンテナ取り扱い量は増加している。ABC サイトを実る物流用語の意味がわかる時点に本実業を出版社2000年43ページ。鉄道ピクトリアル2009年5月号9ページ。用語集、他業。日本冷蔵倉庫協会。 2020年7月10日閲覧。AB 宮沢長光監修。基本流通用語辞典白頭書房、1999年51ページ。貨物輸送の輸送機関別分担率の推移。ABC 小沢茂樹、ヨーロッパにおける河川輸送の現状と今後の展望。交通経済研究所。2020年7月10日閲覧。ありがとうございます。